昨日東京オリンピックが閉幕し、少し寂しさの残る中ではありますが、我々にはまだ J リーグがあります。お伝えするのは明治安田生命 J1 リーグ第23節、徳島ヴォルティス対ガンバ大阪の一戦です。では徳島のスターティングメンバーです。前節清水戦から4人の変更がありました。キーパーは今季初スタメンです、長谷川徹。センターバックはカカとドゥシャン、サイドバック右に岸本、左にジエゴ、ボランチは岩尾と鈴木徳馬のコンビです。2列目に杉森、渡井、西谷という今日は3人、ワントップは宮代、柿田ではなく宮代を起用してきました。対するガンバ大阪です。こちらはターンオーバー、前節から6人もの変更がありました。キーパーは変わらず東口、最終ラインは三浦、庄司、キム・ヨンゴンの3バックを予想します。ボランチは倉田とチュセジョン、ウィングバックに右に奥の、左に小野瀬、2シャドウは一味と矢島、そしてワントップに今日はパトリックではなくレアンドロ・ペレイラです。パトリックは今日は帯同もありません。そして徳島から通算6ゴールを挙げている徳島キラーの宇佐美は今日はベンチスタートです。レアンドロ・ペレイラに当てに行きましたが、ここは拾い直す倉田、倉田前が空いてシュート狙ってきた。しかしファインセーブ、長谷川気持ちよく狙ってきました。そうですね、倉田です。正確なシュートでしたね。ゴールの枠捉えてましたよね。杉森切り込んでいく、預けて宮代、シュート、わずかに左、天を仰いだ宮代大成。さあゴール前横一線動き出して、ニアサイドで宮代合わせた。フリックして枠を捉えました。今シーズン6ゴール、徳島ヴォルティス前半30分先制に成功しました。非常に流れがいい中でのセットプレーからの得点ですからね、非常に良かったですね。まあ、ニアサイドうまく入り込んだ後コントロールしたいいシュートでした。レアンドロ・ペレイラ、しかしファインセーブ、長谷川気持ちよくミートをしてコースをつきましたが、その上を行きました。ジェイコは一発で裏を狙いました。さあ宮代が抜けていって前が開くか、宮代収めるか、ここで収める、下げて杉森、左から渡井が来た、渡井のシュートかクロスか、最後はキム・ヨンゴンがクリアをします。最後まで、ね、この可能性の高いプレーを、ね、選んでいったという感じがしますが、そうですね、この長いボールに対して、まあ、三好がうまくポイントになる、その後後ろから、ね、どんどんフォロー出てきましたね。ここは杉森から岸本に出て、岸本のクロス、三好か、西谷が絡んでいく、もう一度クロス、岸本がいる、クロス上げた、西谷追加点を挙げました。前半終了間際、西谷の今シーズン初ゴール、リードを2点に広げました。ホームの徳島、素晴らしいですね。完全に崩し切った形になりましたね。あの中央を取りながらサイドスペースをうまく使って、最終的に中央で人数をかけてきっちり押し止めましたね。さあこの裏への一発のパス、前が空いている、宮代が受ける、逆サイドには西谷、宮代少し溜めて仕掛けて中の渡井、渡井から西谷、西谷のシュート、しかし東口、素晴らしいシュートもそうですし、東口よく我慢しましたね。はい、宇佐美反転して小野瀬のシュート、
枠のわずかに外でした。惜しかったですね。最終ラインまで引っ張り出します。おっとここで高い位置で奪った。しかし長谷川前に出る。シュートは橋原、いや失礼、矢島でした。ただ枠は捉えきれず、ちょっとヒヤッとするシーンでしたが、小野を囲い込みに行きますがよく残した小野。すぐさましかし吉田ジョエル一番、おっとチアゴアウベス、一瞬の隙を突きました。鋭い左足、ゴールネットを揺らして1点差に詰め寄っていますガンバ大阪。いやチアゴアウベス、すごかったですね。この小野のパスが素晴らしかったですね、はい、ここに出すかというところでしたけど、まあ、このボールに対してダイレクトうまく合わせました。いや見事ですね。1点差になりました。追加タイムは5分、残り1分を切りました。前に出る藤田ジョエル千葉、そのまま攻撃参加、柿田もスピードを持って前に出る。さあ2対1か、2対1か、パスを送る、前が空いた、シュート、枠の右、とどめはさせず徳島。今試合終了の笛、徳島ヴォルティス4月7日発節仙台戦以来のホームの勝利、そしてダニエル・ポヨトス監督が指揮を取って初のホームでの勝ち点3。